台風6号は明日昼過ぎから夜の初め頃にかけ愛媛に最も近づく見込みです。県内も警報級の大雨になる見込みで、気象台は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。台風6号は午前11時現在、鹿児島県奄美市の東北東およそ160キロをゆっくり北上しているとみられ、愛媛には明日昼過ぎから夜の初め頃にかけ最も近づくとみられています。県内は台風が近づく前から山地を中心に断続的に雷を伴った激しい雨が降り、明日昼前からあさってにかけて警報級の大雨となる見込みです。気象台によりますと、県内で今日予想される1時間雨量は30ミリ、明日正午までの24時間に予想される雨の量は150ミリとなっていて、雨はその後さらに強まる予想です。また南予はうねりを伴ったしけが続き、宇和島と愛南には波浪警報が出されていて、明日未明からあさってにかけて大しけとなる見込みで、気象台は警戒を呼びかけています。交通機関にも影響が出ていて、海の便は八幡浜と別府隙を結ぶ宇和島運輸フェリーや松山小倉フェリーなどが明日まで欠航を決めています。